マコナコです。今回はアーマードコア6、これの私が様々なボス倒した際の動画、それプラスそこまで至ったチャレンジ回数を紹介していきます。またある程度の攻略解説的なことを後付けで述べながら動画見ていただこうかと思いますので、のんびりと一通りご覧いただけたらと思います。最後にはどれが一番ボス強かったのか、チャレンジ回数多かったのはどれか、というのもお見せしたいと思います。それでは早速見ていきましょう。まずチャプター1のヘリ、これで苦労したという人も多かったと聞いてますが、私は2回でクリアしてます。まず最初どこから敵が出てくるか分かってなかったので、まあ、ここをちゃんとやった後にうろちょろとしている。人によってはもう出てくる場所をね、把握してるような人もね、初見なのかそれともそうじゃないのか分かりませんけど、いましたけど。でこちら側出てきたので、そして格闘を狙っていこうみたいな、こういうのが SNS でいろいろと言われてたんですが、私の場合そこまで格闘を狙わずに普通に遠くから射撃で攻撃をやっていた。だが絶え間なく、当然リロード時間はあるものの、それ以外は絶え間なく攻撃やっていて、上の方にある黄色いゲージをなんとか貯めようというような状況になってます。敵の攻撃かわしながら、でこの段階で爆撃が何なのか分からなかったので、爆撃を恐れながらずっと戦ってたんだけれども、最後の方まであまりよく分からずとなってました。でここら辺かわしつつ、地味に、本当に地味に攻撃を当ててというような状況です。そしてどこかで攻撃を食らってしまったことがあったんだけれども、それで大ダメージ食らって危なかった、ここあたりかな。でここで動かなかったのがまだ分かってなかったんだけど、自分の方もね、ダウンゲージみたいなもの、下の方の黄色いゲージが溜まって赤くなっていたので、当然初見はそんなことわからないので、そこら辺悩みつつで、かなり減らされてはいるものの、一応このアナウンスでこの辺り、もうそろそろかな、この畳みかけていけというのを聞いて自分は格闘をするというふうに判断して今ここ格闘やっている。だが格闘使ったのは今回に関してはこの1回のみ、あとは全部射撃とミサイルで攻撃やってます。まあ、今のね、畳みかけろというので接近して格闘するということに気がつけば問題ないんだけど、やっぱり突然ね、畳みかけろって言われても何したらいいかがわからないから、それでクリアできなかったっていう人も多かったんじゃないかなと思います。あと変に格闘狙いすぎてすごくプレイが雑になって攻撃食らっていたとか、そういう人も多かったので、あとは敵の攻撃ちゃんと建物でかわそうとか、これはちょっと範囲外になって角度当たらないというような状況。壁で敵の攻撃防ごうとすると敵のダウンゲージがどんどんまた治っていってしまって、それでまた再度ダウンさせることができなくて、でなかなか倒せないみたいな人もだような気がします。まあ、慎重派の人だとなかなかね、勝てないみたいな。また逆に格闘を当てればいいだろうって考えてしまうと雑プレイでまたダメになるみたいな、今も空振ってますけど。でももうそろそろダウンして、ここで私は射撃中心で2回目で倒せたとなっています。この後苦労するとは思いもしなかったですけど、このタイミングでは簡単簡単と言っていました。続いてジャガーノート、これも結構苦労する人多いかと思います。チームの実績今現在確認したら 52%、 だいたい半分ぐらいがこの辺りで詰まっているとなってます。だから自分の場合なんかハマったような感じになっていて、このいい感じに敵の後ろに乗って戦うことができたので、本当に偶然に、ここだとジャンプがすごくしやすい足のパーツをつけましょうみたいなね、案内が出るんだけれども、敵の上空に飛んで、なんかこの辺りでいい感じに敵が引っかかってるのか、自分が引っかかったのかわからないけれども、それで味方の猟奇がいなくなってからでもダメージを与え続けることができたので、多分足のパーツは自分変えてないはずなんだけれども、偶然勝てたとなってます。回数6回ぐらいチャレンジしてそれで勝てたので、まあ他の人と比べては楽ができた可能性がある。この辺りでね、この辺りで敵の上に乗って戦うことができたので、ずっと射撃とかやってダウン中なので大ダメージも与えられてみたいな。でまた結構ゲージ、ダウンゲージ一気に溜まったんで、またここでダウンしたのでさらにというような感じで、偶然、これは完全に偶然だと自分の中では思ってます。残り
もしこの偶然がなければ、特に自分は足のパーツ変えるっていう判断してなかったので、かなり苦労したかと思います。ちょっとこの敵もね、動きがいやらしい感じなんで、すぐ逃げていってしまうんで、すごい辛かったけど、問題なく6回でクリアとなってました。さて、問題のこの敵、バルテウス、チャプター1の最後の敵。ここでスティームの実績、今確認すると 41.6% と大幅に下がって、チャプター1にもかかわらず 40% ぐらいしかクリアできてない。私が試した回数は44回となっています。もう、このクリアした段階で、このゲームやめようかなと思ったぐらいの、痛かったというのが正直な感想。これは敵のバリアをこの今持ってる泡みたいな射撃の武器で消せるというのがあるんだけれども、消しやすいというね。だけれどもこの泡の武器をまず知ることが重要なんだけど、自分は8回ぐらいやった後にちゃんと一旦戻って、そしてこの泡の武器把握して買ったんだけれども、そこから36回試したので、この武器を持っていたとしても簡単には勝てなかった。最終的には攻略のコツみたいな感じで動画上げてますので、よろしければどういう感じで、どういう考えでね、やっていたかとか、そこら辺ご覧いただけたらと思いますけれども。まあね、これは正直論外かなと。ちなみにも結論だけ言うと、これがチャレンジ回数一番多い敵となってます。あとは半分以下、44回これ、他は20回以下とか、それぐらいでクリアできてるので、これがいかにも序盤、厳しかったっていうね、そういう話です。これは不平不満出ても文句は言えない、それぐらい厳しかった。まあこれを超えるとあとはどんどん楽になっていくので、本当にどうしてこうなったみたいなね、そんな気がします。だがここさえ乗り越えればまだ楽しいプレイがね待ってるんで、ここで詰まってる方は頑張っていただいて、そして最後はイラついたからか期待蹴りをやって終わりとなってます。ここからが簡単になった。スマートクリーナー3回でクリアしてます。ちなみに一番最初は敵が突っ込んできて一発で倒されたっていうね、そういうような状況になってましたので、実質2回でクリアとなります。あまり火力の高い武器って自分使わないんだけど、ここに関しては火力重視で選んだように記憶してます。また多少この上に飛んだ際に火力高い武器で反動があるもの、それだと空中で居残ってくれるので、それで上から攻撃するという時には有効で、上からとまた下の方、口があって、そこから攻撃当てることができるんだけど、自分上しか分かってなかったので、一生懸命上飛んで、今これ空中少し長く飛んでるのは、反動のある武器を使ってるから、まあ、ここら辺武器の付け替えとかが、ポイントとかもね、ある程度溜まってきたので、また余裕も出てきたので、そこら辺で多少ね、楽しい要素、いろいろと触れるようになったような気がします。だが上からだと何かあそこの穴から噴火みたいなものがね、来るので、安全では決してないんで、そこら辺注意が必要。で、この段階でもまだ多分上からのみしかダメージ与えられないと思ってたんだけど、途中から下からでもダメージ与えられるっていうことが分かるようになったので、まあ、その後は下から狙っていくようなプレイになってます。さて、一生懸命飛んで、まあ、どこかのタイミングで上からでも危ないなってのことが気がついたので、なんか噴火が来るぞみたいな感じで半分近くでもまだ削れてないんでね、結構頑張っているはずなんだけど、今敵ダウン中なのでガンガンとダメージを与えられる。結構対空時間が長いのは反動の効果によって対空時間が伸びている。どうなんだろうね、この辺りの自分は3回だけど他の人がどれぐらいでクリアしていたのかとか気になるけど、ここに関してはそんなに複雑な仕組みはないので、この敵が突進してくる強い攻撃、それさえジャンプでかわせれば、今これ噴火でダメージ食らっている、突進して強い攻撃さえかわせれば何とかなりそうだね気がする。まあ、ここももしかしたら足がジャンプしやすいパーツつけるとかであればね、
で、ここ今横から攻撃やってるけど、この辺りでも横からでもダメージ与えられるってことが気がついたので、一生懸命横からやって、まあ、こっちの方が安定するような気はします。あとわずか、この突進系。これで多分、1回目は一発で持ってかれたような気がする。全部の耐久。直前でサプライで全開してるはずなんだけど。で、この辺りで上で、なんか引っかかる場所があって、それでちょっと危ないなっていうようなね、状況もあったんだけど、それでもなんとか問題なくで、あとわずか。うん、この攻撃で一発で持ってかれたんだよね、両手で挟まれて。うん、間もなくクリアになるはず。それでも硬いね、この敵。あ、ここら辺で結構引っかかったのかな。で、せっかくあとわずかで勝てそうなのになんか引っかかって負けるのかとかね、思ったりしたけど、ここら辺引っかかって。だが、もう間もなく、これロックがちゃんと合ってないからね、上から行きたかったけど、上から行けずみたいな。ここら辺でダメージ食らって危なかったけど、うん、ロックがいまいち分かってないんで、まだ結構早い段階だったんで、なかなか最後当てられずだけど、もうそろそろもう一回飛んで敵も万歳して降参となってます。これが3回でクリアしたプレイ内容でした。続いてシースパイダー。これは14回のチャレンジ。結構チャレンジやってます。この最初、スイッチ入れた際に、あの場所に居続けると上から落ちてきた機体でダメージ食らうので、まあ、それで一旦試しで、またすぐね、再チャレンジするなどで、チャレンジ回数、そういうのでもちょっと増してしまったかのような。で、ある程度離れた位置からこういう風に一気にもう序盤突っ込んで大ダメージ与えることで、3分の1ぐらいは削れたんで、ここら辺できればね、ある程度敵の耐久減ってる状態から始められるような状況になるんで、そういった点ではね、何度もやってコツをつかんだかのようなね、特に序盤だけはね。で、あとはもう敵ダウンしたら突っ込んでパイルバンカーだとか、そこら辺でダメージ与えてみたいなことで敵を倒していったような状況です。これ14回、実を言うとこれがチャレンジ回数第4位となってます。あとは3位と2位、1位は先ほど言ったバルテウス、チャプター1の最後のボス。このボスは多分チャプター2の最後のボスだったはずです。ここでスティームの実績は 35.4%、 バルテウスから 6% ほど減ってはいるものの、まあ、単純にまだプレイしてない人も込みだと思うので、時間の関係で、なのでまあそこまで多くは減ってない。この辺りであれるならば、バルテウス勝てた人であるならばね、何度かのチャレンジで勝てるんじゃないかと思います。さて、敵が空に飛んでしまったので、まあこの辺りミサイル放つんだけど、自分この段階ではミサイルロックオンの概念があるってことが分かってなかったので、結構適当に撃ってしまってミサイルが全く敵を追尾しなかったみたいなパターンもあったりします。ちなみにそのロックオンの仕組みを分かったの、今全くミサイルが敵に向かってないのはロックオンできてなかったんですよね。ここら辺全く分かってなくて、これはもう最後の方、今回紹介するボスの最後の3番目、そこまで分かってなかったっていうね。そこら辺もうちょっと理解すればまた楽にゲーム進められたんじゃないかと思います。さて、あとわずかで最後倒して、おしまいとなってます。さて、これは難しいというよりかは、めんどくさいと言った方がいいか。アイスワーム。これは4回のチャレンジでクリアはできているものの、やっていた中では結構ストレスのたまる内容だった。この地面から出てきてまた消えてみたいな形で、敵の目の前から攻撃しないといけない。だけど目の前がなかなか自分の方に来ないということがあったので、慎重に敵が来るまで待つみたいな。で、来たはいいものの角度が悪くて当たらないとか、攻撃が。これは今、右肩に持っている兵器、それを当てないといけない。もうこれは固定の武装。
だけれども、それは連射とかはできないので、一発撃ったらなかなかリロードができない。その間に今度は敵が正面から撃ちやすいところに来て、なんてこったいみたいなね。まあこの辺りとかね、当てやすいはずなんだけど、もうちょっと左側にいれば、ちょっと自分の位置が悪くて当たらないとかね。基本は敵が来る方向、まあ、敵が今潜った方向からまっすぐ来るようなイメージでいていいと思うので、まあ、そこら辺の位置取りだが、最初の方は猟奇がいるので、味方の機体がここちょっとね、これは当てにくいんでね、結構すぐ潜ってしまうんで、猟奇がいるので猟奇の方に行ってしまう可能性もあるので、その辺りで難しかったりする。この辺り全くだけど、もう本当に慎重にするだけでね、あんまり焦らずにのんびりと歩きながらでもいいので、この辺りも多分位置によっては狙えたはずなんだけどね。この動きすごくいやらしい。多分ここも結構苦手な人も多いんじゃないかなっていうね。ここの段階でクリアスチームの実績 24.3% でした。一つ前から 11% くらい下がってるので、もしかしたらここでクリアできてないっていう人もね、いた可能性もあります。今、ちょうど目の前来たんで。で、一回当てるとイベント起こるんで、またそれをボケーと見て、奥の方光ってるのが見えるかと思いますけど、自分がどこにいればいい感じに撮れるかとかいうことで、動画をね、撮る側としてはね、そんなこと考えながら、向こう側向いておいて。さて、ここで、こんな感じで目の前に出てきてくれて、これ出てくる位置が違う可能性もあるんでね、自分最初の方のプレイでは変な建物がある方向に出てきてしまって、ここを攻撃するのが困難だったみたいなことがあったので、もしかしたら開けた場所に自分がいればこういう感じで敵も開けた場所に出てきて攻撃当てやすいみたいなことがあるかもしれません。で、ここで確か小さい敵が出てきてるのかな。それはもう味方にほぼほぼお任せできるけれども、今、古希が展開という話になっていて、だから味方にお任せできるけど、何かしら、こっちでもね、攻撃できるようになれば、暇つぶしに攻撃してもいいかもしれない。だから基本は、ワームの方をね、狙っていくのが、良いと思うけど、なかなか出てこないんで、自分の方向には。まあ、ああいったものも倒しつつ、まあ、ここからはもう本当に慎重に同じことの繰り返しだよね。できるだけワームが潜った方向とある程度距離離したところの一直線の位置に自分の置いといて、これももうちょっと早くに撃ってれば、もしくは自分がもうちょっと潜り込んでれば敵が下がるタイミングでも車線がねいい感じに通ってた可能性あるので、位置取りももしかしたらここまで下がんなくてもね、これ偶然目の前来てくれてまたダメージ与えることができている。いやー、これは苦手な人は苦手かなっていうね。自分もあまりこの手の敵は好きじゃない。また向こう側のんびり見といて。でも敵がどこから湧いてくるかっていうことで、うるちょるとね、ちょっと見てしまってるけど。これも結局、目の前から現れて、ここでまた攻撃当てやすくなっている。ピック入れつつ、格闘入れつつ、他の武器も全部使いつつみたいな感じで、これでもう3分の1ぐらいまでになっている。で、ここ離れて何かしらの攻撃をやってくる。ここから敵が積極的に攻撃やってくるので、この後はちゃんと避けたりしないといけないんだけど、多分チェックポイント入ってないと思うので、こうなるとね、ここでミスするともう一回やり直しになる。なので、すごくめんどくさいね、展開になりそうなので、ここからは慎重に戦う必要がある。この辺りでもう猟奇がね、味方の機体がいなくなっているので、敵は基本的にこっち側にやってくるので、そういった意味での狙いやすさというのはあるけど、この跳ね返るね攻撃とかもあるんで、これは本当にミスもったいないような状況になっている。できれば飛んどいた方がいいんだけれども、あまり飛んでブースゲージなくすのも良くない。これ単純に上の方を向いてしまうので、本当に上に飛んでる人であれば
ダメージ与えられるかもしれないけど、そうでなければ攻撃しない方がいいかもしれない。弾数はよほどのことじゃない限りなくならないと思うけど、今で17発なので変に打ちちぎるとどうなるかみたいなところもあると思うから、ここら辺も気をつけないといけない。これこっちが向いてくれてるけどちょっと遅かったみたいな。やっぱり敵が打ちやすい状況なのかそうじゃないのかを確認しないといけないから少し待ってしまうんだけど、これがこの状況が一番いいのかなと。でこれ攻撃できると思って突っ込んだらできないっていうね、2回当てないで今回はダメだったとかいう。ここでもうリペアなくなったんで、すごく辛いような状況。しかも今2回攻撃食らってしまって赤く耐久になってしまってるけど、ここまでいけばおしまいなんで、最後は狙い撃ってもらいましょうか。というような感じで無事クリアとなってはないんですよね。なったかと思いきや、ここでまた追撃やらないとダメなので、ここで敵が起き上がる可能性があるのかどうかちょっと分かってないので、もし起き上がるんであれば本当に辛いようなマップだと思います。クリア率がね、チームの実績下がってるのはなんとなく分かるような、このような敵です。さて、辛い敵、これは第3位、18回のチャレンジでクリアとなってます。敵が釣り火型のドローン飛ばしてくるので、こちら側もということで手に入った釣り火型ドローン使ってます。また両手はミサイル、ハンドミサイルとなっている。もうこのタイミングでようやくロックオンという概念があること分かって、敵の方で、まあ、丸い感じで黄色いねものが4つぐらい出ると思うんだけど、それがあるタイミングでその該当するボタンを押すとちゃんとロックオンされる、敵にミサイルとかが追尾してくれるっていうことをこのタイミングで知りました。でこのマップはもう敵の方はあまり見ず、まあ、当然敵のその黄色いゲージのところは見るんだけど、その黄色いゲージがついてちゃんとロックオンできた、完了した、まあ、数字が出るんだけれども、ロックオン完了したら黄色い何かしらのゲージの全部溜まった後にね数字が出るんだけど、そのタイミングでボタンを押す。なのでそれだけを見てもう一生懸命ボタン、そのタイミングでポチポチ押すということを繰り返す。もうこの回避に関しては本当に適当にやってます。もちろんなんかある程度強そうな攻撃来たら一生懸命ブースト何回も何回も高速移動やったりとかではいるものの、基本はもうロックオンのゲージのみを見ているような状況でした。敵もね、これやっぱり追尾型使ってるから自分もやっぱりそれを買わなきゃというようなね考えがあったので、ね、多分直前で手に入れたはずなので使いたいということもあったんで、だが、まあ、自分はそこまでその敵をちゃんと狙って撃つとか得意じゃないので、勝手に動くというのがまあ魅力的かなということで、そういう意味でもね自分のプレイに合ったような武器選び、当然強い武器とかを選ぶのもいいんだけれども、自分がその操作が苦手であるならば操作を簡略化するために武装を選ぶというような考え、そういう考えで今回選んでます。こういう武器を、この敵に関しては結構止まる時間が長いので、そのドローン、追尾型のドローンでもダメージ与えやすい。別のマップだとすごく敵が動いてしまうので、今結構ダメージ与えたんだけれども、敵が動いてしまうマップだとこの追尾型のドローンだとなかなかダメージ与えられないので、また別の武装を選ぶとなってますが、ここに関してはこの武装が特に敵も使ってくるからね、いい感じにこの追尾型ドローンの魅力が見せられてるんじゃないかと思います。やっぱりこういうの魅力的だからね、これ見ちゃうとねアナザーセンチュリーでエピソード4でも出してくんないかなとかね思ったりするけどね、過去にこのメーカーフロムソフトウェアが作ったゲームなんだけれども。というわけでここら辺はもう避けられないんでガンガン食らって、最後だけはなぜかかわせた。結構ダメージ食らって危なかったんだけど、ここら辺も食らってる。あまりどう避けていいかが分かってない。ちゃんとこのダウン中でも
黄色いゲージが出るまで待ってボタンを押すように。ここで最後ビーム追尾型ドローンから出て倒せたとなってます。さて最後の手前、これ分岐があるのでこれが最後の手前全員が同じ経験するとは限らないんですが、まあ、このような敵が出てくる。で先ほど追尾型ドローン使ってましたがこれは接地型のドローンで、設置すればそこからビームが敵に向かって飛んでいく。敵の回避がかなりされる場合はこっち側の方が有効に当たるのかなという気がする。でもこのタイミングだと操作複雑にしないためにもうこういう武装を使って、でも普段から適当にこの該当するボタン、弾を出すボタンをポチポチ押しながら、まあ、それ以外はもうミサイル放ちながら、またロックされたタイミングでミサイル放ちながらとか、そういう感じでやってました。ここら辺は操作簡略化するというようなね、目的で。なので、多くの人はもしかしたらタンクで強い武装で一気に倒すみたいな遊び方してる人もいるかと思いますが、自分の場合はそうでなく、あくまでも操作の簡略化と、あと個人的に設置型とかは好きなのでね、タワーディフェンスとかも好きなので、また勝手に動くというのも好きなので、どうした武装、ミサイルとかも大好きなので、そういう武装を使っていく。自分の好きな武装でやっぱり勝っていくというのもね、この手のゲームの魅力だとは思います。なので地味ではあるものの、こういう風な戦い方するんであればもう回避に集中できるんで、また近距離、今近距離行って攻撃食らってますけど、無理にこういう風に近距離行かずに戦っていくこともできるので、そうすると大ダメージ食らわずに戦っていけるというメリットもあります。基本中距離で、まあ、本来であればね、格闘ガンガン当ててった方がいいっていうね、ゲーム内容になってるんでね、敵をダウンさせた後は。だけれども、慎重にこんな感じで戦う。これも一つの戦い方として、お見せできたら良いかなということで、こんな動画作ってますけれども。他の人の動画ちょっと見てないんで、どういうようなね、プレイで遊んでるかわかりませんけど、タンクが強いって言ってるのはね、聞いてるんで。だから、こういう地味なプレイもいいんじゃないかなというね。そんな気がします。でこの間もどんどんと、特に右下のリロードゲージとか見ずに単純にこの該当する肩からのボタン、武器のボタンを押して、それは常に押すかのようなね、適当にポチポチポチと、で格闘のみちょっと突っ込むみたいな感じでやってますけど、まあここら辺は最後問題なく勝てたとなってます。それでは最後のボス、多分最後のボスに関しては諸説あるかと思いますが、私が出会った最後のボスはこれとなってます。まさか第一章最後の敵で苦労したあの敵と同じくこの泡のね、攻撃を使うとは思いもしなかったけど、敵のバリア剥がすために泡のこの武装を持ってきてます。上位のものが売られていたので、まあ、その上位のものを買っているような状況です。ここはチャレンジ回数19回で、これがチャレンジ回数第2位となってます。まあラスボスっぽい感じなので、それぐらいのチャレンジ回数でいいんじゃないかと思います。またこれ、設置型のレーザー放つドローンを放っている。これも先ほど一つ前で言ったように、操作の簡略化、図っているような状況です。それなりに当たってくれるんで、あんまりね、当たってるように見えないけど、追尾型の方だとほとんど当たらないような感じだったので、敵がダウンするとね、いい感じにこっち側は当たってくれる。そしてファイルバンカー、これもう半分以上削ってるんでね、ここで戦いやすくなった。ではこの後は実況なしでご覧ください。残った 50%。
以上、自分がクリアした時の状況を見ていただきました。そしてチャレンジ回数一覧上位から並べてみていきましょう。このような結果になってます。これやチャプター1のバルセウス良くないよねっていうね、そういうのが分かるようなデータになってるかと思います。皆さんがどのようなねプレイやってクリアしてるのか、それともつまずいているのか気になりますけれども、ぜひともここさえクリアすればその後はより楽しいねエースコンバット6マッアナザーセンチュリー、アーマードコア6が待ってますので、ぜひともバルテウスはクリアしてみてください。今回の動画楽しかったとか、また参考になったとかありましたら高評価いただけたら幸いです。他にも評価レビューとか述べてますので、合わせてそちらもご覧ください。ではでは。